尾宮あ子は、日本の政治家、IT コンサルタント。自由民主党所属の衆議院議員。元外務大臣政務官。父は、第一次、安倍内閣で財務大臣を務めた、尾み孝治。次男は、渡辺エンターテインメント所属のお笑いコンビ、ラパールフェの尾み里氏。東京都千代田区出身。父が、ニューヨーク領事となったことに伴い、小学校三年から中学一年まで。 ニュージャージー州で過ごす。東京大学法学部卒業後、NTT に入社。在職中、クリスマスパーティーで知り合った男性と結婚。二度の出産、育児休業をした経験から、後に内閣府子ども子育て会議員となる。1998年から J ステージ企画、開発、運用プロジェクトのプロジェクトリーダーを務めた。 2002年に NTT を退社し、IT コンサルタント業を企業。情報通信業の株式、会社ブライトホープ代表取締役として、書籍資料の電子化を図るなど、IT コンテンツ事業の推進に取り組んだ。2004年10月には、東海大学総合科学技術研究所教授に就任。2006年に、父が特定非営利活動法人。 STS フォーラムを設立してからは、同秘書室長や事務局長を務めた。2013年4月、内閣府子ども子育て会議員。同年6月、公益社団法人工事町法人会常任理事。同年12月、日本商工会議所若者、女性活躍推進専門委員会委員。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に、 比例北関東ブロックの自民党、単独33位で出馬し初当選。政和政策研究会入会。自民党文部科学部会副部会長。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙に、保守分裂を避けることを理由に不出馬表明をした、佐田玄一郎の後継公認として、群馬一区から出馬し、小選挙区初当選を果たした。 2019年9月13日、第4次安倍第二次改造内閣で外務大臣政務官に就任。ありがとうございます。